吉田さん、そういえば去年ってマスクむちゃくちゃ高かったんじゃないですかね。私はマスクもう早めに というかね、普段からだいぶ備蓄してあったんで、今でもね、1万枚ぐらいあるんですよ。で、当時マスクがない、マスクがないっていうんで、私ね、なんか当時で2000枚ぐらいだったかな、もう忘れちゃいましたけども、なんか100枚パックにして、希望者にね、YouTube を通じて希望する方に、私の費用負担で全員に送ってたんですよ。3ヶ月ぐらいかかりましたね。で、まあ100枚ぐらいなんで、多分大事に使えば結構そこそこ持つかなと思ったんですけどね。まあ、その頃は結構マスク高かったと思いますよ。でも1枚100円ぐらいっていうのが最高値だったんじゃないですかね。100円だったら買えねえかみたいな感じだったですね、マスク。それからそもそもマスクって洗って使える布のマスクが私はね、昔から標準だと思ってたんで、ね、給食の時でもこう布のマスクしたじゃないですか。いや、あれでいいんじゃないかなと。そしたらこう通気性がなんとかとかね、マスクの網の目を通じてなんかウイルスが来るんだっていう人がいるから、だったら中に濡れたガーゼでもこうはめとけよみたいなね。で、手間がかかるとか言って、だったら、100円出してマスク買ったらみたいなね。だから選択肢はいろいろあるわけですよ。で、結局難癖つけてやらない理由を一生懸命探して、1ヶ月2ヶ月と過ぎていくみたいなね。だからどうやったらできるかなって考えたりすれば、回答は結構身近にあったり、それこそ無限に検索できるわけですから、私のアドバイス聞くまでもなくね、自分で調べたらいいんじゃないのかなってことだったりするんですよね。まあでもおかげさまでマスクもね、需要回復して危機は去ったのかなと思いますけども、だからこそ今消毒液暴落してます、マスク暴落してます。私はその時に仕入れるわけなんですよ。だってこういうことって別に今回のウイルスじゃなくても別の時に訪れるかもしれませんからね。で、幸いにして私は今一戸建てなんでスペースは結構あるんですよ。以前はね、スペース生産性が限られた本当に狭いワンルームっていうかツールームだったんですけどね、今は場所が結構あるんで、もう備蓄に次ぐ備蓄ですよね。たまに YouTube で食料の備蓄状況とか、あと食事の備蓄状況とかをね、やりますけども、あれはなぜかっていうと、東日本大震災、もっと言ったら阪神・淡路大震災ね、こういうふうな大地震の時に水とか電池とか食料品とか、だから防災グッズがすぐに品薄になるからなんですよ。なんでやと思いますよね。その時のために備蓄していれば、危機の時に値上がりすることはないだろうと思うんですけども、懲りないんですよね、人はね。で、私は大衆の逆をいつも言って、今人が忘れてるからこそ買い漁ってます。特に腐らないものとかね、アクリル板でもいいですけどもね、消毒液も今使わないのが結構あります。ただ消毒液はね、あんまり使わないとやっぱ消耗しちゃうんで、定期的に買わないといけないかなっていうところもあるし、備蓄用の水も私の場合は5年間の保存水なんですよね。まあ、ですんで、まあ、5年ぐらい経ったら飲んで新しいのをその時に買うみたいな入れ替えの時期もあるかなと思います。で、カップラーメンとかね、乾麺とかあの辺もしっかり買ってたんですけども、まあ1年経ちましたんでね、これも YouTube の視聴者さんとかに放出して無料で送料渡し持ちで提供して、また新しいのを仕入れるって、これを繰り返します。ですんで私ね、 YouTube でいろいろあげますみたいなキャンペーンありますけども、あれはうちのね、備蓄品としてそろそろ終わるかなってものを提供してるんですよ。まあ、ですんでね、早めに召し上がってくださいね、皆さんね。 ということで、自分の防災もしながらある程度人の役にも立てるかなっていうのが私のスタイルでございます。で、そもそもね、人間っていうのは自分に経験した危機すら忘れるんですけども、他者が経験した危機とか災害をしっかりとそこから学んで無駄にしないように生かすっていう頭があるはずなんですよ。私は広島で生まれまして、原爆の教育を受けてました。で、教育を受ける以上にかなり興味を持って、その被害がどういったものなのかとかね、そして放射線というのはどのぐらい怖いのかとか、半減期はどのぐらいなのかとかね、そういうことをまあちまちま勉強している小学生でした。授業では全く触れないこととかね、それから試験には絶対出ないことに興味を持っちゃうんで、社会的には効率が悪い人間ですけども、自分自身の納得感とか満足感が高いんですよ。まあ、ですんでね、今トリチウムみたいなことをね、テレビでやってると思いますけども、インターネットでもトリチウム水がどうとか言ってますけども、トリチウムは小学校6年生の時に一通りやったんで、いやー全然分かってないな、皆さん、マスコミの人もコメンテーターも何勘違いしてんだろう、今までトリチウムに興味持ったことないのかなって、興味持つわけないですよね。 私の方が異常なわけですから。 でもね、三重水素のトリチウムっていうのは非常に私の生活の中に身近で、私の頭脳の中に身近でですね、昔宇宙戦艦ヤマト完結編っていうね、映画を
映画館に見に行ったんですけども、あそこでも最後に物を言うのはトリチウム三重水素だったんですよ。ということはあんまり知られてないかもしれませんけどね、三重水素を大和の艦内に取り込んで、それを起爆させて最後地球の危機を救って大和も自爆して終わりみたいなね、そんなラストシーンでしたけどねいやでもね、自分がね研究していることがちょっとでも取り上げたら嬉しいもんですね。今日はね何を言ってるのか全く分かんなくなりましたけども、最後もう本当にねまとめるとするとですね、みんなが知ってることは価値が薄まってます、ね、だから自分だけにしか分からないことをかなり掘り込んでいけば勝っていけるんじゃないかなと思います。要するにファンは少ないけども、えそんなこと知ってるのみたいなね、同胞が増えていくんですよ、うん、そんな感じじゃないですかね。だからチャンネル登録少なくても、うん、その少ないなりにつながっていく濃さがあるんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、昨日はね車輪村っていうね、あの車のフェスティバルがあったんですよ、私の広島県で。神石高原町っていうね、畜産がとっても有名なところですけども、そちらの方はねもうブワーッと田舎なんですよ。田んぼ、それから牛、ひよこ、牧歌的な場所でございます。そこで車のイベント、もうすげえ R34 もね何台となく来てましたよ。吉谷さん、こんなにあるんかいみたいな、それぞれが2000万かと思いましたよ。すごいですね、かっこいいの、白いのから青いのから赤いのから黒いのから、吉谷さんのカラーリングもありました。吉谷さん来てんじゃねえかなみたいな思いましたけどね。しかもすごい金かけてますね、走行距離も結構いってるみたいですちょっと30万とかね40万とからしいですよ。とにかくね、あの人たちはイベントがあったらどこにでも行くんで、走行距離がねすぐ行くらしいですよ。吉田さん20万だと思いますけども、他の R34 乗りって100万はねクリアするんじゃないですかね、生きてればこのペースだったら。多分年間で3万4万とか走ってると思うんですよ。で整備も日々細かくやってますんで、多分なかなか壊れないと思うんですよね。レストアとかパーツとか消耗品とかこまめに入れ替えて、まあ金持ちですよ。どこでどう金持ちになったんだと。あとねフェラーリとかねポルシェの改造とかね、ポルシェ改造してるのがズラーって横一列にキャンバーとかこんな太くしちゃったりとかですね、すごい。もうなんかね、私あのナイト2000で行きましたけども、隅っこでちっちゃくなっていって、あダメだナイト2000はもう過ぎ去ったなと思いましたねちょっとまあ私としては居場所がなかった、そんなね車輪村大会でございました。あそこでは補足でお伝えしました。もうすごいですね、やっぱり日本国内といってもカーマニアはうなってます。もう昨日はねさすがに打ちしがれた、喜びとともに、あ自分はまだまだだなと、こんなもんでヒーヒー言ってちゃいけないなと。世の中には1000万2000万みたいな車をねセカンドカーとして悠々と扱ってる人がこんなにいらっしゃるんだと。だって草原一面車、変な車だらけですよ。もう私の車なんて目立たないですよ、もう全然いやということでね、以上でございます。